オペラブッファはオペラの一形態。18世紀前半にナポリで生まれ、その後ローマやイタリア北部でも広く知られるようになった。18世紀後半には豊かに発展し、パイジェット、チマローザ、モーツァルトによって頂点を迎え、19世紀前半のドニゼッティの頃まで盛んに描かれた。オペラ発展の歴史の中でオペラブッファは、 それまで主流であったオペラセリアの持つ様式に対する反動として形成された。オペラセリアが王公や貴族のために作られた贅沢な娯楽であったのに対し、オペラブッファは市民的でより身近な問題を取り扱うものであった。滑稽な登場人物や状況は、モンテベルリ、チェスティ、カバッリなど17世紀のベネツィアオペラの中ですでに登場していたが、 転機となるのは1707年にナポリの主権がスペインからオーストリアへと移ったことにある。スペインからの解放を題目に掲げたオーストリアは文化緩和策を取り、それまで規制されていたナポリ語方言による文学に対しても理解を見せると、カラーファキューザーの公爵邸において市民を題材とした三幕の音楽付き劇、チルッラガシ的に上演された。同時代の市民を オペラの題材とする試みは非常に成功を博し、それまでは演劇や17世紀の宮廷式オペラを上演していたナポリの市民劇場フィオレンティーニ劇場は1709年よりこの新しい演目である三幕の喜劇オペラの定期上演を開始する。初期のオペラブッファの登場人物は8人から10人程度と多いが全て喜劇を担うわけではない。 セリア役としての上級市民とその下男下女がそれぞれの社会身分性に基づく役割をそれぞれ劇中でも担い、その構図は宮廷オペラであったドラマ、ペルムージカ、つまりオペラセリアとインテルメッツォの関係と変わらないものであった。従来述べられてきたオペラセリアの幕合いに行われる短い一幕ものの幕合い劇であるインテルメッツォが発展して、 オペラブッファとなるという記述は全くの錯誤であり、1970年代以降の欧米の研究においては否定されている。インテルメッツォは宮廷オペラである、オペラセリアの中でのみ見出される短い衝撃であり、二人の歌手による二部仕立てが基本形である。これが独立した作品として制作されていたのは1710年代から1730年代に、 かけてのみであり、ペルゴレージ作曲の奥様女中はじめ30作ほどしかない。というのも、17世紀のドラマ、ペルムージカでもそうであったように、そもそもインテルメッツオブの喜劇役を担うのは、オペラ本編の登場人物の下男下女であり、1710年、頃まで本編とインテルメッツは未文化であったためである。その後、 1710年代後半より独立したものとなり、サロ、ハッセ、ペルゴレージらがこれを発展させるが、1730年代にナポリオ・カルロ7世の個人的市民によって、インテルメッツォはべて禁止され、その代わりに2作のバレエが挿入されるようになると、他の地域でもその慣習は広がり、以後、幕イバレエが一般的な宮廷劇場でのインテルメッツォとなってゆく。 ペルゴレージの奥様女中は部本論争で取り上げられたことも手伝って18世紀後半にも各地での上演が続くが新作がもはや作られなくなったインテルメッツは必然的に消滅する方向にあったしかしわずかにローマにおいて例外的な発展を続けることとなるこれは19世紀初頭まで民間劇場であるバル劇場を中心に上演されることになり その構成は二部、男性のみの五星という構成で、当初の二人二部仕立てのインテルメッツから、世紀中頃に発展したものと考えられている。オペラブッファとして、有名なピッチン2のニーナなども、当初このインテルメッツとして、男性だけで上演されていることを考えれば、18世紀後半には、ローマ教皇庁に対する建前としてこのジャンル名が、機能しているだけで、 事実上は他の地域のオペラブッファと同質なものであると認められよう。サッキーに、ピッチンに、チマローザ、トリットなどに多くのインテルメッツォの作品が確認できるが、すべてはこのローマ式のインテルメッツォである。18世紀前半のオペラブッファ初期の著名な作曲家には、オレーフィチェ、ビンチ、レオ、ログローシのインサングイネ、アウレッタ、ヨンメディラティラ、 グリエルミ、ピッチンに、ガルッピがいるが、現存する楽譜は千七百五十年までのもので、ペルゴレイジの、妹に恋したニーなど有名作品を入れても、わずか十作にも満たない。うち、自筆譜の残るビンチの、ガレー戦の神父、モンテカッシーの写本に基づくレオの、アリドーロ、ラティッラの、偽の女中はすべてナポリの古楽オーケストラピエタデー、トゥルキーニによって、現代復活所演されて、 CD、DVD 化されている。彼らはいずれも、ナポリやベネツィアを拠点として活動したが、オペラブッファの例ではないにせよ、1770年に、王立サンカルロ劇場からガルピニオペラ、オリンピアで外食されるも、そのスコアを見た歌手から、ダメ出しがあり、急遽インサングイネの作品に差し替えられたという、エピソードから見て、両地域の音楽の趣味は大きく異なっていたものと、 考えられる。オペラセリアが神や古代の英雄といった神話的要素を取り扱い、滑稽な場面は相和的に用いられるのみであったのに対し、オペラブッファはそういった滑稽な場面を主要な部分、時にはオペラそのものの前提として用いている。使用される音楽は民衆の方を向いたものとなってきており、一般の民衆が楽しむことのできる主題や物語が、 何よりも適したものであった。オペラにおける滑稽な物語は音楽に娯楽の要素を加える面があった。伝統的な形式のオペラセリアは3幕で構成され、女性やカストラートといった高音域の声を中心に用いた。テノールやバスやバリトンは脇役、配役として使われるのみであった。オペラセリアの標準的な配役は女性、またはカストラート4。 テノール1、バス、またはバリトン1、といったものであり、ほとんどのオペラセリアはカストラートを参加させることを前提として書かれていた。一方、オペラブッファの基本的な形式もまた3幕であるが、カストラートは使われることはなく、特にバスであるバス・オブ・フォが重視されている。バス・オブ・フォは低音域の男性歌手で、滑稽な場面の中心的役割を担う。 彼の歌うアリアや読書は極めて速いテンポを持ち、滑稽さを演出するために、音符感の跳躍が非常に多く用いられている。有名なバッソブッフォのキャラクターとしては、モーツァルトのドンジョバンニに登場するレポレロが挙げられる。ナポリのオペラブッファ作品においては、方言が用いられるが、その度合いは、和者の身分に応じるもので、さらに世紀後半になるとその度合いは、全体的に弱まり、 バスブッフなど、喜劇役のみが方言を話すのみとなる。これは、ジャンルの国際化とも関わってくるが、実際、地方へ輸出される場合には、標準イタリア語へと翻訳されるのが、一般的であった。なお、当時ベネツィアとナポリのみが、オペラブッファの制作の拠点であり、ミラノ、フィレンツェ、パレルモなどの都市はほとんど、輸入品に頼っていた。オペラブッファは、 音楽の内容がより単純、弾いては貧弱であり、長さや想像力に限りがあり、高尚なジャンルに含まれないと当初は言われたこともあった。しかし1768年5月、音楽愛好家でもあったオーストリア王女、マリア・カロリーナがナポリオ・フェルディナンド4世のもとに突入で以降、ナポリの宮廷はオペラブッファを演ずる民間劇場一座を宮廷に招き、これを奨励しており、 ここから急速にオペラブッファの高等化が始まったと見ることができる。すでに部本論争である程度オペラブッファが紹介されていたフランスのほか、ナポリを見習った他地域の宮廷でも同様にオペラブッファが急速に好まれ始め後にモーツァルトの名作フィガロの結婚やドンジョバンニなど芸術的なブッファが生み出される土壌を作り出した。 この時期で重要な作曲家が、サッキーに、ピッチンニ、グリエルミ、パイジエンド、マリネリ、チマローザ、トリット、パルマ、バレンティーノ・フィオラバンティなどである。喜劇の形式は様々で、非常に幅広いものである。ロッシーニのセビリアの理髪誌が純粋に喜劇的な作品である。一方、モーツァルトのフィガロの結婚には、劇的効果や被害感が加えられている。 コジファン・トゥッテも同様であり、ドン・ジョバンニとなると、音楽面、ドラマ面ともに、もはや喜劇と呼びうるかすら微妙なところまで来ている。モーツァルトの3作品はイタリア語作品ながら作曲者、初演場所などを含めて新生ローマ帝国で育まれて、ドイツオペラの歴史に強い影響を及ぼし、今日も、なお非常に高い人気を誇る。結果として、ロッシーニ作品やドニゼッキ作品などともに、 オペラブッファは今日の歌劇場レパートリーで重要な一角を締め続けている。その後、19世紀前半からは制作の拠点に新たにミラノが加わりながら、ファリネッリ、ヴィンツェンツォ・フィオラバンティ、ロッシーニ、モスカ、パベージー、そしてドニゼッティによってブッファの第三の黄金期を迎える。その後、イタリア統一運動の中で社会が混乱すると、 特にブッファを上演していた民間劇場ではそれぞれ愛国的な喜劇オペラが好まれ、統一派に対する文化的な取り出となっていたがその他興味深いのがこの時期のパロディオペラである。ベルディのトロバトーレやアイーダが宮廷劇場で上演される一方近くの民間劇場ではこれらをパロディにした喜劇オペラが上演されている。しかしこれらの研究は未だ進んでおらず 今後の研究に期待される。その後、ポンキエッリなどを最後に、このジャンルは19世紀後半には衰退し、一般には1893年に発表された、ベルディのファルスタッフが最後のオペラブッファであるとみなされているが、20世紀前半の新古典主義音楽の時代には、ブッファのスタイルを取り入れた近代的オペラも書かれている。オペラブッファの重要な要素の一つは、 18世紀後半には、宮廷での地位も確立したことであり、これにより、オペラセリアもまた、オペラブッファの様式から影響を受けることになった。とりわけ、1780年代以降のオペラセリアには、ブッファの誤法であった、イントロズツヨーネ、アンサンブルフィナールが導入されているが、その勢いはイタリアで上演された、セリア作品の総数の半分以上にまで及んでいた、ことが、 ロレンツォ・マッテイによる交換な博士論文により実証されている。これは、ブッファの人気に反比例するかのように社用となっていた、宮廷劇場の経営改善のために、工業主が意図して、ブッファ様式を導入させたものと推測され、作品、作曲家の側からの研究だけでなく、劇場経営の動向から研究を進める必要がある。フランスの百科全書派は、オペラブッファを、 当時用いられていた不可避の体制への明確な反発であり、作曲の自由の象徴となったと見なしていた。実際、オペラブッファの制作の拠点であったナポリの例では、喜劇オペラを進行したマリア・カロリーナ王妃をはじめ、民間劇場の予約者たちの貴族の多くは、自由、平等、博愛を標榜するフリーメーソンに参加しており、そこで上演される作品群にもまた、自由、 平等、博愛というサインが示されている。1768年から1780年代にかけてナポリのヌーボ劇場で異国オペラが数多く上演されたのも、それがジェームズ・クックの多七到着など社会の繁栄だけでなく、さらには東洋を意味するオリエントという言葉がフリーメイソン的には光を意味するからとも考えることができる。これは、 収支バランスを取るべく観客の意向が重要であったオペラブッファーにとりわけ必要となる観客のニーズに応えようとする工業士の方針だったものと推測されるがさらにあるケースでは工業士そのものがフリーメイソン貴族によって雇われていたという事実も発見できる本文に記載のある人物を除くありがとうございます